次に小玉参考人にお願いいたします。はい、私は東京大学挨拶総合センター長の小玉ですが、3月15日に大変に驚愕いたしました。私ども東京大学には27カ所のアイソトープセンターがあり、放射線の防護とその除染などの責任を負っております。それで私自身は内科の医者でして、東大病院の放射線施設の除染などにずっと、数十年関わっております。それで3月15日にまずここの図にちょっと書いてあるんですが、我々最初にまず午前9時ごろ東海村で5マイクロシーベルトという線量を経験しまして、それを第10条通報という文科省に直ちに通報いたしました。その後東京で 0.5 マイクロシーベルトを超えるその線量が検出されました。これは一過性に下がりまして、次に3月21日に東京で雨が降り 0.2 マイクロシーベルト等の線量が降下し、これが今日至るまで高い線量の原因になっていると思っています。それでこの時に、枝野官房長官が差し当たり健康にあまり問題はないということをおっしゃいましたが、私はその時に実際にこれは大変なことになると思いました。なぜかというと、現行の放射線の障害防止法というのは、高い線量の放射性物質が少しあるものを処理することを前提にしています。この時は総量はあまり問題ではなくて、個々の濃度が問題になります。ところが今回の福島原発の事故というのは、100キロメートル圏で5マイクロシーベルト、200キロメートル圏で 0.5 マイクロシーベルト、さらにそれは超えて足柄から静岡のお茶まで及んでいることは、今日皆さん全てがご存知の通りであります。我々が放射線障害を見るときには総量を見ます。それでは東京電力と政府は一体今回の福島原発の総量がどれくらいであるか、はっきりした報告は全くされておりません。そこで私どもはアイソトープセンターのいろいろな知識をもとに計算してみますと、まず熱量からの計算では、広島原爆の 29.6 個分に相当するものが漏出しております。ウラン換算では20個分のものが漏出していると換算されます。さらに恐るべきことには、これまでの知見で原爆による放射線の残存量と原発から放出されたものの放射線の残存量は、1年にたって原爆が10分の1になるのに対して、原爆が1000分の1程度に低下するのに対して、原発からの放射線汚染物は10分の1程度にしかならない。つまり今回の福島原発の問題はチェルノブイリと同様、原爆数十個分に相当する量と原爆汚染よりもずっと多量の残存物を放出したということが、まず考える前提になります。そうしますと、我々システム生物学というシステム論的に物を見るやり方でやっているんですが、現行の総量が少ない場合にはある人にかかる濃度だけを見ればいいです。しかしながら総量が非常に膨大にありますと、これは粒子です。粒子の拡散というのは非線形という科学になりまして、我々の流体力学の計算で最も難しいことになりますが、核燃料というのは要するに砂粒みたいなものが合成樹脂みたいなものの中に埋め込まれております。これがメルトダウンして放出するとなると、細かい粒子がたくさん放出されるようになります。そうしたものが出てまいりますと、どういうことが起こるかというのが今回の稲わらの問題です。例えば岩手の藤原町では稲わら5万7000ベクレルプロキログラム、宮城県の大崎1万7000ベクレルプロキログラム、南相馬市10万6000プロキログラム、白川市9万7000プロキログラム、岩手6万4000プロキログラムということで、この数値というのは決して同心円状にもいかない。どこでどういうふうに落ちているかは、その時の天候、それからその物質が例えば水を吸い上げたかどうか。それで今回の場合も、私南相馬へ毎週末700キロメートル行って、東大のアイソトープセンター現在まで7回の除染をやっておりますが、南相馬に最初行った時には1台の NAI カウンターしかありません。農林省が通達を出したという3月19日には、食料も水もガソリンも尽きようとして、南相馬市長が痛切な訴えをウェブに流したのは広く知られているところであります。そのような事態の中で通達1枚出しても誰も見ることができないし、誰も知ることができません。稲わらがそのような危険な状態にあるということは、全く農家は認識されていない。農家は飼料を外国から買って何十万という負担を負って、さらに牛にある水は実際に自分たちと同じ地下水を与えるようにその日から変えています。
そうすると我々が見るのは何をやらなければいけないかというと、まず汚染地で徹底した測定ができるようにするということを保証しなくてはいけません。我々が5月下旬に行ったときに、先ほど申し上げたように1台しか南相馬になかったというけど、実際には米軍から20台の個人占領計が来ていました。しかしその英文の解説書を市役所の教育委員会で分かんなくて、我々行って教えてあげて実際に使い出して初めて20個の測定報告というのができるようになっている。これが現地の状況です。そして先ほどから食品検査と言われてますが、ゲルマニウムカウンターというのでなしに、今日ではもっとイメージングベースの測定器というのがはるかにたくさん半導体で開発されています。なぜ政府はそれを全面的に応用してやろうとして全国に作るためにお金を使わないのか。3ヶ月経ってそのようなことが全く行われていないことに私は満身の怒りを表明します。第2番目です。私の専門は、いわゆる小渕総理の時から内閣府の、交代薬品の責任者でして、今日では、最先端研究支援というので30億円をかけて抗体薬品にアイソトープをつけてがんの治療にやる、すなわち人間の体の中にアイソトープを打ち込むという仕事が私の仕事ですから、内部被曝問題に関して一番必死に研究しております。そこで内部被曝がどのように落ちるかという問題を説明させていただきます。内部被曝というのの一番大きい問題はがんです。がんがなぜ起こるかというと DNA の切断を行います。ただしご存知の通り DNA というのは二重らせんですから、二重らせんの時には非常に安定的です。これが細胞分裂をするときは二重らせんが1本になって2倍になり4本になります。この過程のところがものすごく危険です。そのために妊婦の胎児、それから幼い子供、成長期の増殖の盛んな細胞に対しては放射線障害は非常な危険を持ちます。さらに大人においても増殖の盛んな細胞、例えば放射性物質を与えると髪の毛、それから貧血、それから腸管上皮の、これらはいずれも増殖分裂の盛んな細胞でして、そういうところが放射線障害のいろはになります。それで私どもが内部に与えた場合に具体的に起こるので知っている事例を挙げます。これは実際にはですね、一つの遺伝子の変異ではがんは起こりません。最初の放射線のヒットの起こった後にもう一個の別の要因でがんの変異が起こるということ、これはドライバーミューテーションとかパセンジャーミューテーションとか細かいことになりますが、それは参考の文献は後ろにつけてありますので、それは後でチェルノブイリの場合やセシウムの場合を挙げてありますので、それを見ていただきますが、まず一番有名なのはアルファ線です。プルトニウムを飲んでも大丈夫という東大教授がいるというのを聞いて私びっくりしましたが、アルファ線は最も危険な物質であります。それはトロトラスト肝障害というところで、私ども肝臓医はすごくよく知っております。要するに内部被曝というのは先ほどから一般的に何ミリシーベルトという形で言われてますが、そういうものは全く意味がありません。 I131 は甲状腺に集まります。トロトラストは肝臓に集まります。セシウムは尿管上皮膀胱に集まります。これらの体内の集積点を見なければ、全身をいくらホールボディスキャンやっても全く意味がありません。トロトラストの場合のこのちょっと小さい数字なんで大きい方は後で見てほしいんですが、これは実際にトロトラストというのは造影剤でして、1890年からドイツで用いられ、1930年頃から日本でも用いられましたが、その後20から30年経つと肝臓がんが 25% から 30% に起こるということが分かってまいりました。最初のが出てくるまで20年というのはなぜかというと、最初にこのトロトラストアルファ線各種なんですが、アルファ線は近隣の細胞を障害します。その時に一番やられるのは P53 という遺伝子です。我々は今ゲノム科学というので人の遺伝子を全部配列していますが、一人の人間と別の人間はだいたい300万箇所違います。ですから人間を同じとしてやるような処理は今日では全く意味がありません。いわゆるパーソナライズドメディスンと言われるやり方で、放射線の内部障害を見るときにもどの遺伝子がやられてどういうふうな変化が起こっているかということを見ることが原則的な考え方として大事です。トロトタストの場合は第一段階では P53 遺伝子がやられて、それに続く第二、第三の変異が起こるのが20から30年後かかり、そこで肝臓がんや白血病が起こってくるということが証明されております。次に要素131、これは要素はご存知の通り甲状腺に集まりますが、甲状腺への集積は成長期の甲状腺形成期が最も特徴的であり小児に起こります。しかしながら1991年に最初ウクライナの学者が甲状腺がんが多発しているというときに、日本やアメリカの研究者はネイチャーにこれは因果関係がわからないということを投稿しております。なぜそう言ったかというと、1986年以前のデータがないから統計学的に優位だということを言えないということです。
しかし統計学的に良いということが分かったのは、先ほども永田先生からお話がありましたが、20年後です。20年後に何が分かったかというと、86年から起こったピークが消えたために、これは過去のデータがなくても因果関係があるということがエビデンスになった。いわゆるですから疫学的な証明というのは非常に難しくて、全部の事例が終わるまでだいたい証明できないです。ですから今我々に求められている子どものを守るという観点からは全く違った方法が求められます。そこで今行われているのは、ここには国立のバイオアセイ研究センターという化学物質の効果を見る福島昌司先生という方がずっとチェルノブイリの尿路系に集まるものを検討されていました。福島先生たちがウクライナの医師と相談を集めて500例以上のこの前立腺肥大の時に手術をしますと、その膀胱も取れてきます。これを見まして検索したところ、高濃度汚染地区、尿中に6ベクレルパーリッターという微量ですが、その地域では P53 の変異が非常に増えていて、しかもその増殖性の全がん状態、我々から見ますと P38 というマップキラーゼと、それから NF カッパー B というシグナルが活性化されているんですが、それによる増殖性の膀胱炎というのが頻発でありまして、かなりの率にもう上皮内のがんができているということが報告されております。それでこの量に愕然といたしましたのは、福島の母親の母乳から2から13ベクレル7名で検出されているということがすでに報告されていることであります。次のページお願いします。我々アイソトープ総合センターでは現在まで毎週700キロメーター、だいたい1回4人ずつの署員を派遣しまして、南相馬市の除染に協力しております。南相馬でも起こっていることは全くそうでして、20キロ30キロというか分け方が全然意味がなくて、その幼稚園ごとに細かく測っていかないと全然ダメです。それで現在20キロから30キロ圏にバスを立てて1700人の子どもが行っていますが、実際には避難、その南相馬で中心地区は海側で、学校の7割は比較的線量が低いです。ところが30キロ以縁の飯舘村へ近い方の学校にスクールバスで毎日100万円かけて子どもが強制的に移動させられています。このような事態は一刻も早くやめさせてください。今その一番の障害になっているのは強制避難でないと保証しないと、その参議院のこの前の委員会で当時の東電の清水社長と海江田経済産業大臣がそういう答弁を行っておりますが、これは分けてください。保証問題とこの線引きの問題と子どもの問題は直ちに分けてください。子どもを守るために全力を尽くすことをぜひお願いします。それからもう一つは、現地でやっていますと除染というのの緊急避難的除染と恒久的除染をはっきり分けて考えていただきたい。緊急避難的除染を我々もかなりやっております。例えばここの図表に出ておりますこの滑り台の下、滑り台の下はちっちゃい子が手をつくところですが、この滑り台に雨水がザーッと流れてきますと毎回濃縮します。右側と左側とズレがあって片側に集まっていますと、平均線量1マイクロのところだと10マイクロ以上の線量が出てきます。それでこういうところの除染は緊急にどんどんやらなくてはいけません。それからこういうさまざまな苔が生えているような雨どいの下、これも実際に子どもが手をついたりしているところなんですが、そういうところは例えばですね、高圧洗浄機を持って行って苔を払うと、この2マイクロシーベルトが 0.5 マイクロシーベルトまでなります。だけれども 0.5 マイクロシーベルト以下にするのは非常に難しいです。それは建物すべて、樹木すべて、地域すべてが汚染されていますと、空間線量として一箇所だけを洗っても全体をやることは非常に難しいです。ですから除染を本当にやるというときに、一体どれくらいの問題がかかり、どれくらいのコストがかかるかということを痛い病の一例で挙げますと、カドミウム汚染地域大体3000ヘクタールなんですが、そのうち1500ヘクタールまで現在除染の国費が8000億円投入されています。もしこの1000倍ということになれば、一体どれほどの国費の投入が必要になるのか。ですから私は4つのことを緊急に提案したいと思います。第1番目に、国策として食品、土壌、水を日本が持っているですね、最新鋭のイメージングやなんかを用いた機器を用いて、もう半導体のイメージ化は簡単です。イメージ化にして流れ作業にして、このシャットしていってやるということでの最新鋭の機器を投入して抜本的に改善してください。これは今の日本の科学技術力で全く可能です。2番目、緊急に子どもの被曝を減少させるために新しい法律を制定してください。私のやっている、現在やっているのは全て法律違反です。